こんばんは。ロアストマガジン、正彌です。加納舞です。さあ早速 J2 第40施設アビスパ福岡戦のダイジェストからご覧ください。ロアストにとって今シーズン最後のダービーマッチ、13位アビスパ福岡とのバトルオブ九州。序盤から優位にゲームを進めるロアストは前半8分、23番ミッドフィルダー倉川のパスに10番ミッドフィルダーヤブのループシュート。ヤブのシュートは枠を捉えていましたが、福岡ゴールキーパー神山のセーブに阻まれます。45分、倉川のクロスに25番フォワードウーゴのボレーシュート。後半12分にはヤブのクロスに9番フォワードファビオのヘッド。ロアッソ多くのチャンスを作るもゴールとはなりません。すると13分、福岡は途中出場8番ミッドフィルダー船山のフリーキックを11番フォワード坂田が頭で合わせてゴール。福岡に先制を許してしまいます。なんとしても追いつきたいロアッソは後半21分、17番フォワード斉藤と今シーズン限りで現役を引退する39番フォワード北島を2人同時に投入。27分ファビオのクロスに北島。39分途中出場13番ミッドフィルダー大迫が放ったシュートのこぼれ球を2番ミッドフィルダー黒木、さらにヤブのヘディングシュート。そして後半アディショナルタイム、大迫のクロスをヤブが左足で流し込みゴール。ロアッソ試合終了間際の土壇場で同点に追いつきます。監督にマイクって言われて、もう一発狙ってやろうと思って、のぞからいいゴール来たんで思いっきりだけでした。上げた時に、多分カズキだと思うんですけど、触るなと思ったらうまくスルーしてくれたんで、あとは足を伸ばして上げるだけでした。アビスパ福岡とのバトルオブ九州は1対1の引き分け、勝ち点1を分け合いました。北島のやはり引退というかね、今シーズンあとホームも今日入れて2試合だったんで、選手全員にはやはり、仲間として送り出す、やっぱそういう最高なゲームをしようということで、そういう位置づけを持って今日挑んで、みんながそのいう意味ではすごくこう気持ちを、の入った、ゲームをしてくれたなっていうふうに思います。個人的にやっぱりゴール絶対取りたかったし、フォワードなんでよりそこのポジションでこうゴールを、狙うっていうのはありますけど、何よりこう福岡に負けられないっていう思いはすごく強く持ってたので、最後ですけどみんな、やぶちゃんゴールしてくれて同点に追いつけたのが良かったと思います。アビスパ福岡とのバトルオブ九州の一戦は試合終了間際やぶ選手のゴールが決まって1対1の引き分けと。はい、前半ロアストペースだっただけにちょっと悔しいですが、なんとか追いついてほっとしましたね。そうですね。それでは順位確認しておきましょう。はい、ロアストは10勝13分け17敗、勝ち点43で順位は変わらず18位です。さあ続いてはこちらのコーナーです。ロアスト熊本、次節の対戦相手は横浜 FC。 横浜 FC のここまでの成績は13勝13分け14敗、勝ち点52で13位。なお日発三沢球技場で行われた第1クールの対戦はスコアレスドローに終わっています。ロアスト次節はホーム最終戦、ウマスタで横浜 FC に勝利なるか。今回はここまでリーグ戦フル出場の守護神18番ゴールキーパー南雄太選手に次節に向けて意気込みを伺いました。まずは先日の福岡戦、試合終了間際矢部選手のゴールで引き分けというゲームでしたけど、試合を少し振り返っていただけますか。そうですね、チャンスは結構多かったですし、なんか追いつき方はすごく良かったのかもしれないですけど、正直悔しい気持ちの方が大きかったですね。この福岡戦は先制こそ許しましたけども、このリーグ終盤に来て南選手のファインセーブがすごい光ってると思うんですけど。そうですか。いやでも失点もかなり多いですし、ただ個人
的には今コンディションはすごくいいですし、毎年そうなんですけど、意外とシーズン終盤の方が自分的には結構コンディション上がってきて、このぐらいの時期っていうのは結構体が切れてるなっていうのは多いかなと思うんで、まあ続けていきたいなと思ってます。さて話は変わりますが、フォワードの北島選手が今シーズン限りでの現役引退を発表しましたが、はい、その引退するという話を聞いてまずどう思われました？まあ驚いたのが一番ですね、やっぱり、はい。でまあ、まだやれるんじゃないのかなっていうのはすごく思いますし、まあ、それは別に今でも思ってるんですけど、まあ、でもちょっと時間が経って、まあ、ちょっと冷静に考えた時にやっぱり、まあ、そういう勢いとかそういうもので多分決めたんじゃないんだろうなっていうのは、まあ、すごく感じましたし、まあ、柏の頃から一緒にやってきて、何度かそういう話を北地から、まあ、怪我した時にされたりっていうのもあったんで、まあそうやって自分の中で決めたんであれば、まあ、それはもう周りがそのとにかく言うことじゃないのかなと思って、うん、そこから逆に北地が辞めた後の話をよくしてましたね。後というと、まあ、この今後サッカー選手の後何するかとか、まあ、そういう話の方が結構しますんですね、今もそうですけど、はい。さてリーグ戦もいよいよ残り2試合となりまして、まあ、その今シーズンのこう集大成とも言えるべき試合が、まあ、次節ホーム最終戦の横浜 FC との試合になると思いますが、はい、その試合前の今の心境というのは、とにかく勝ってなおかつ北地に点を取ってもらって勝つっていう、そんなドラマのようなシナリオに最後でなってくれればいいなと思ってますし、そうなるように全力で頑張りたいなっていう、もうそれだけですね。正直次の試合に関しては内容とかはどうでもいいんで、勝って北地が点取ればもうそれで全てが OK になると思ってるんで、まあ、そうなるようになんとかこの1週間やっていきたいなと思ってますね。では改めて、次節横浜 FC 戦に向けての意気込みをお願いします。もう勝つことしかないと思うんで、ホームの最終戦ですし、まあ、やっぱ1年間、苦しい時も支えてくれたサポーターのためにもね、やっぱり皆さんカモンロッソやることを本当楽しみにスタジアムに来てくれてるっていうのは本当に強く感じてますんで、まあ、最後苦しいシーズンでしたけど、まあ、そういう形で少しでもサポーターの皆さんを喜ばせてあげれたらいいんじゃないのかなと思うんで、まあ、なんとか勝ってなんとかみんなで北地にゴール取ってもらうようにチームとしてやっていきたいなと思います。それでは改めて次回のゲームご紹介しましょう。はい、11月17日日曜日ホーム馬鹿の横浜スタジアムで J2 第41節横浜 FC 戦が行われます。キックオフは午後2時です。なお試合終了後は2013ありがとうセレモニーと北島秀明選手現役引退セレモニーが行われます。それでは今週のロワッソマガジンはこの辺で。もっと